皆さんご機嫌いかがですか。次郎丸です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はあの担任鉄液また作っちゃいましたけど、今回はポリフェノール量が2倍ということでね、かなりパワーのあるやつを作りました。以前ね、あのネネデールなんてこう名前をつけましてですね、あのメネデールと似た作用のある、鉄液肥を作ったんですけれども、現代農業とかね、いろいろ文献を漁ってみますとですね、もっと簡単にできることが分かりました。担任鉄液っていう名前なんですけれどもね、農家ではね割とスタンダードな代物であるということがね、判明いたしました。で、今回はですね、このあの担任鉄液のポリフェノールパワーをですね、さらに2倍に高める方法をですね、発見しましたので、ぜひ、作って紹介してみたいと思います。結果も、ご覧くださいね。ということで、材料はごくごく簡単。普通お茶っ葉を使うんですけれども、この粉末のお茶を使います。それとなんか鉄製品だけ、この折りたたみのポリタンクで作ってみましょうかね。鉄製品は今回は、廃棄する、捨てる、予定の番線、これも捨てなしゃあない番線で、あとは、小川の水をポリタンクに汲んでまいりました。で、この中にね、番線を放り込みます。まあ、タンニンっていうのはポリフェノール、カテキン、同じね、同じやと、カテキンと、タンニンは同じやと思っておいていただいても、全然問題はないと思います。で、一旦、蓋をします。これでね、これをね、もうほっとくだけでも酸化してですね、鉄分が出てくるんですけれども、これね、普通は出がらしのお茶っ葉を使うんですけれども、ちょっと奮発して抹茶と粉末の緑茶、新品をね使った方がいいんですよ。それがね、タンニンとポリフェノールの含有量の差が出ます。緑茶は、100ml 中 115mg、コーヒーは 100ml 中 200mg、 さらにこの抹茶ですね、粉末の方は 100ml 中 214mg、ワインはその上を行く、さらに、230mg 入ってるんですけれども、担任量ですよ。抹茶や粉末のお茶はね、お茶っ葉と比べね、2倍の担任含有量がすでにあるわけですね。で、これの何がいいのかと申しますとですね、火山灰土壌は黒木土か黒木土かなんて読むか知らないですけれども、美味しく大きな野菜ができるということで有名なんですが、それはなぜかというと鉄分やミネラル分が多く含まれるからなんですね。で、そのような状況を作り出してやればいいということで、しかしこの鉄を錆びさせただけではね、鉄分だけでは植物は要吸収しません。だからこのお茶に含まれるタンニン、ポリフェノールと結合させることによってですね、鉄分が、植物がですね、鉄分を吸収しやすい状態にしてあげると。人間もね、鉄分が不足すると貧血になったりね、しますけれども、植物は鉄分が不足すると、葉緑素不足になって光合成要せんようになってしまうんですね。じゃあ、タンニンは鉄吸収を高めるだけの役割なのかと申しますとですね、これがどっこい、タンニンはものすごい、パワーを持ってましてですね、タンニンは腐敗に関するタンパク質を取り除いてくれます。要するに酸化による劣化をですね、防いでくれるわけですね。不老長寿みたいなもんですかね。鉄分と融合することで黒色変化を起こします。これはいわゆる黒サビって言われるやつでしてね、普通酸化すると赤サビなんて、こう赤サビに代表される酸化現象をね、こいつによって抑えることができる、つまり抗酸化作用があるということなんですね。活性酸素など有害物質を無害化する、作用があるわけですね。紫外線や乾燥、害虫、塩分、病原菌からもね守ってくれます。抗酸化、抗菌作用が高く、
エストロゲンに似た構造を持ちます。エストロゲンって言うたら、潤いやホルモンバランスを、調整する役割のあるタンパク質でございまして、ミネラル成分が途中の有効菌を活性化してくれます。文句のつけようのないスーパー液肥なのでございますね。でこれね、一回これ作ったら3日ほどね、放置しておきます。ほんならむっくるけじゃがじゃーん、むっくろくろすけになるわけですね。これが今ね、鉄とカテキンが有効した状態の、証明というか証でございます。使い方に決まりはありませんが、だいたい100倍希釈をめどで、散布していくといいと思います。すぐ簡単に作れるしね。これほんまに効くんですよ。このキャベツね、どうなったか後で見てもらいますけれども、今キャベツに、散布しております。これでなんとなくちょっと見えにくいけど、しっかりね、詰まったような雰囲気がしてても、春キャベツってなんとなくふわふわっとしたやつなんですけど、しっかり詰まった甘い味のキャベツが収穫できます。農薬不使用なのにね、虫食いは一切なし。で葉っぱの色も濃い緑色、しかもまたデカなって、これもうすごいデカなってね。今つるなしインゲンと混色しているんですけれども、コンパニオンプランツというやつですね。その、コンパニオンの、インゲンの方もよく育っております。トウモロコシにもね、散布します。これもまたどうなったか後で見てもらいましょう。こうやってドボドボって入れてね。で、手前は苗を植えました。奥はね、何も入ってないとこがちらっと見えてると思う。あそこは種を植えたんですね。で発芽前からね、使えます。メネデールと同じ使い方ができるんですね。有効菌活性が高まり、根張りが良くなります。成長も良くなります。でメネデールとほぼ同じ効果がある。ほらほらね、これもうちゃんと全部生え揃えましたよ。トウモロコシ地植え分もね、ちゃんと発芽いたしました。キャベツどうなったか見てみましょうか。ほらでっかくなりましたよ。でなんかふわふわっとしてるやんかということなんですけれども、ちょっとめくってみますと、上の皮をめくってみますと、春っぽい春キャベツですが、しっかり実の詰まったね、ずっしり重いキャベツが収穫できました。今育てている、レイズドベッドね、この間作ったレイズドベッドで育てているトマトにも散布しておきます。トマトはね、特に鉄分を吸収することによって、トマトの中のリコピンっていうのが増えてですね、赤みがどんどん増してくるわけですね。と同時に、それが増えると味が良くなる、なんて言われていますから、期待して散布しております。これからの季節はね、青枯れとかなんか立ち枯れみたいな、そんな病気が心配なんですが、その予防にもね、なってくれるわけですね。で尻腐れはカルシウム不足で、これは解消できないので、ちょっとね、またこいつにプラスアルファ工夫した駆動石灰の上澄み液なんかをね、ちょっと、混和させてみようかなと考えております。それもまた紹介しますね。2倍タンニン鉄液は野菜の種類を選ばない、また、いつ使っても良い万能液肥なのでございます。作り方もむっちゃ簡単。鉄製品と、粉末のお茶ね、新品のお茶だけ、土への散布、葉面散布、どちらでも OK。 与えすぎの心配もございません。まあどんな感じで与えるんや言うたら、感覚的には3日に1回でいいかなと思います。で実がつき出したらね、またちょっと仮分をね入れなあかんので、10日に1回ぐらいにして、他の肥料を使うと簡単に作れる、優秀な液肥なのでございます。この、2倍タンニン鉄液、どうでしたですかね。参考になりましたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画への高評価、低評価、コメント、そしてチャンネル登録お待ちしております。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。